はい、こんにちは、1 1 6インズです。さて、今回は選手のシーズン成績、それもあまり見慣れず、思わず二度見してしまうような今季成績をピックアップしていこうかなと思っております。 レギュラーシーズンが終わりまして、現在熱い熱いプレイオフの戦いが行われている最中ではありますが、シーズンの成績が確定し、なんじゃこりゃーと思ってしまうような成績をいくつか見かけました。選手の成績を眺めるのが好きなタイプの野球ファンですと、やっぱりちょっと見慣れない成績を見た時にテンションが上がるあの感じはきっと理解してもらえると信じていますので、私の好みと皆さんの好みが合致している部分が多いといいなと思っております。 次から早速6人のちょっと変わった成績を見ていきますが、今回エンゼルスの大谷翔平選手についてはあえて覗きました。大谷選手の今季の投打成績についてはもう2度見どころか100度見くらいしましたし、なんならあれだけで1本動画が終わってしまう気がしましたので、すみませんが今回はなしということでご了承いただければと思います。 はい。まずはパドレスのオースティン・アダムスが残したシーズン24予試球。予試球と聞くと、フォアボールがまず頭に浮かびますが、アダムスに関してはデッドボールの方ですね。年間でデッドボールを24個も与えました。 いや、それって多いのと疑問に思われる方もいるかもしれませんが、まあ冷静に考えてみてください。一人の選手が一シーズンで与えるデッドボールの数、正直記憶に残らないくらいの数じゃないですか。先発でも少なくともめちゃくちゃ多いというイメージはないので、このアダムスがリリーフで24個ものデッドボールを与えたのははっきり言って異常です。 実際、今期のアダムスのデッドボール数に関しては、どうも1920年以降1シーズンの記録としては史上最多だそうで、それを52回3分の2程度のイニング数で達成したあたりも、今期のアダムスのヒットマンぶりが伺えます。 アダムスは昨年オースティン・ノラ対フランスらが絡むトレードでマリナーズからパドレス移籍したリ,リーフピッチャーで空振りを奪えるスライダーも持っていたりといいピッチャーではあるんですがコントロールに関してはずっと課題ではあったんですよね。今季も実際9イニングあたり6個のフォアボールを与えています。ただこれに加えてこれだけさらにデッドボールも与えているようですとなかなか信頼しがたいと言いますか勝ち試合では使いにくいですよね。 65試合で脱三振率13.0を記録しながらも防御率4.10と平凡な結果に終わったのも、まあ、このデッドボールの多さも悪い方向に影響したんでしょうね一方で WHIP に目をやれば1.20と割と普通、まあ、ここにはからくりがあって WHIP の計算にデッドボールが入ってこないからというだけなんですがもしかしたら史上最も WHIP の計算にデッドボールが入ってこない恩恵を受けた選手かもしれません 続いては、エール中地区優勝のホワイトソックスからヤズマにグランダル。グランダルの今季成績はなんか妙な魅力がありまして、打率は2割4分にも関わらず OPS9 割3分9厘。いや、どうやったらそうなるのと言いたくなりますが、打率に対して出塁率がめちゃくちゃ高いのが大きいですね。打率2割4分で出塁率が4割2分。2と4の場所が入れ替わったと。グランダルに関しては三振よりもフォアボールの方が多いという圧倒的な打席でのアプローチの良さが、この不思議な成績を生み出す要因となっていますね。 打率2割4分台で OPS9 割以上を残した選手をここ10年くらいで調べてみたところ2019年ツインズのミゲル・サノーもどうも同じようなことをやっていたようなんですがサノーの方は打率が今季のグランダルより高くて OPS に関しては逆にグランダルよりも低いということで余計グランダルの異質さが際立つ結果だけ得ることができました。 で、グランダルのこの成績、実はもっとアンバランスな時期がありまして、8月31日の時点で、グランダルは打率2割1部で OPS9 割1部1厘個人的にはこの日時点の成績が一番好きというか、本当に二度見した成績かもしれません。 9月にグランダル調子を上げて全体的な打撃成績が底上げされた結果、そのアンバランスさは薄まってしまいましたが、それでも十分なアンバランス加減ですよね。今季2ヶ月ほどグランダル怪我で離脱した時期があって、そのおかげでこの成績が生まれたとも言えますし、逆にもう2ヶ月プレイできていれば、もしかしたらさらに見慣れない成績になったのではという期待もあって、そこは悔やまれます。 はい。3人目、メッツのジェイコブ・デグロームの成績ですね。もう今更説明する必要もない気がしますが、現時点で人類最強のピッチャー。今季は15先発92回を投げて防御率1.08。あなたはどこかのクローザーか何かですかと質問もしたくなりますが、先発をやりながらこの防御率は本当に意味不明。 人間界の野球リーグにどこかの星からやってきた超人が紛れ込んでしまったと思ってしまうくらいに、今季のデグロームは別格の存在で、しかもこの防御率もこれでも多少悪くなった方で、7月1日の先発まで防御率0点台でしたからね。何なんですか。空15先発だけでウィンザーボールリプレイスメントも5.0とかいうわけわからん成績になりますよ。 前半戦の時点でもう今季のエネルサイ・ヤング賞はデグロームで決まりという風潮すらありましたがただデグロームにとって不幸だったのは7月中旬以降怪我の影響で一度も登板できなかった点ですね。 肘の人体損傷という報道も出て、トミー・ジョン手術とかそういった悪いことが頭をよぎりましたが、その後損傷した人体が勝手に治癒したというデグロームの人間離れしたエピソードがまた一つ増える結果となったんですけれども、残念ながら今季中の復帰というところまではいきませんでした。さすがに今季のデグロームはあまりに凄す,すぎて、人間という生物の限界と言いましょうか、デグロームのピッチングに人間の体が耐えきれなかったというのが実際のところでしょうか。 続いて4人目はブルワーズのブレント・スーター。スーターは今季1試合の先発を除いて60試合リリーフで登板し防御率3.07となかなかの成績を残しましたが注目したいのは彼12勝もしている点ですね。スーターはもともと先発型のピッチャーということもあってブルペンでも1イニング限定というわけではなく買いまたぎする試合も結構多かったんですがとはいえリリーフで12勝もするのはなかなか簡単ではないですよね。 しかもスーターが所属しているブルワーズは今季95勝で地区優勝もっと言えば非常に豪華な先発陣を擁するチームで特に全員オールスターにも選出されたコルウィン・バーンズブランドン・ウッドラフフレディ・ペラルタという3本柱はめちゃくちゃ強力なわけですがそんなチームでその3本柱をも抑えてチーム最多勝となったのがスーター 今やピッチャーを評価する上でも勝ち星というのは全く使われませんのでそんなに真面目に見ている方も多くはないでしょうが地区優勝したチームの最多勝がリーフピッチャーというのは実に現代野球観もあって個人的には割と好きです。 リーフピッチャーの勝ち星が多いというのはむしろあまり良くないイメージすら持たれるかもしれませんが見た感じスーターが勝ち星を拾ったケースは先発が5回持たず降りた試合で5回と6回を買いまたぎして勝利投手になるというパターンが多いみたいですので先発に本来投げてもらいたかったインニングまでスーターがつないでチームの勝利に貢献したという点ではスーターの勝ち星の数は価値のあるものなのかなと思っておりますただまあ何度も言いますが地球賞したチームの最多勝がリーフピッチャーというのはやっぱり驚きましたね 続いて我らがシアトルマリナーズからカエル・シーガー。シーガーの成績のアンバランスさについては以前の動画でもご紹介したところではありますが、キャリア初の100打点に到達したことでアンバランスさが増しました。ホームラン35本、101打点。これだけ見ると文句なしに素晴らしい中軸のバッターに見えますが、打率が2割1分2輪、OPS7 割2分3人というところまで目に入れてしまうと、その評価はやや揺らぐのかなと思っております。ただ今期のシーガーのチャンスの強さに関してはガチです。 今期のマリナーズ打線全体が異常なまでに勝負強い打線であったことは皆さんもご存知でしょうが、その中でもシーガーは際立ってチャンスに強く、得点圏での OPS10 割超え、OPS だけで言えばチャンスになると突如マリナーズ打線にゲレイロニアが現れたと考えると、本当にチャンスでのシーガーは頼りになりました。まあ、ランナーいない状況では逆に OPS5 割キューブ3人と、レギュラーどころかメジャーリーガー失格水準のバッティングではあったんですが、いい場面で打てば大体のことは許されます。 最もそれを許容してくれるのはファンだけで成績をシビアに見なければならないフロントからすれば今のシーガーのバッティングではこれから勝負期を迎えるマリナーズでは厳しいと考えているのでしょうか来期チームがオプションを行使すれば一応残留はできるんですが最終戦のあの様子を見れば、まあ、残留する可能性は極めて低いのかなといったところでしょうかシーガーのいないマリナーズはちょっと想像できませんがマリナーズで最後に残してくれたこの成績は一生覚えておきたいなと思っています 最後、シーガーを超えるあまりに見慣れない成績を叩き出した男がいました。シーズン終わって本当に成績見て嘘でしょうと思いましたよ。ヤンキースの上位ギャローがついにやってくれました。 ギャローは過去にシーズンでシングルヒットよりもホームランの方が多かったり、打率2割台で40本打ったりと、成績のアンバランスさにおいては MLB ナ、no. ンバーワンみたいなバッターですが、今季はなんと素晴らしいことに打率が1割9分9厘にもかかわらずホームラン38本ということで、打率1割台でシーズン30本以上という男のロマンを達成しました。 シーズンで1割30本。まあ、誰かやってくれないかなと思いつつも、そもそもそれだけ打率が低いとなかなか出場機会を確保するのも普通だったら難しくなりますので、簡単には達成されるような成績でもないところをギャローが現実のものとしてくれました。打率1割台で OPS が8割もあって、で、もっと言えばその打率でウィンザーボービープレイスメントで4.6を残しているのも、またこれはこれでギャローという選手の凄さを物語っている成績のような気がしますが、しかし1割30本ですか。 トレードデッドラインにヤンキース移籍してからあまりバッティングは振るわずそれが結果的にこの奇跡のような成績を生み出したと言えますがヤンキースからすればもうちょいどうにかならなかったのかと思っていそうな反面成績を見るだけのファンからすればもうロマンの塊来年もヤンキースでプレーするギャローですが来年もぜひ成績の面で我々を驚かせてくれる我々が見たことのない成績を残してくれることに期待したいです はい。ということで見てきましたがいかがだったでしょうか個人的には一番最初に出したアダムスのデッドボール数に関しては何度見ても理解が追いつかない成績だなと思いますし、スーターのチーム最多勝というのも現代野球感あっていいなと思ったりもしました。来年もこんな感じでなんじゃこりゃとなるような成績が出ることに期待して、この動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。